今日から何回かに分けて、えー、光線柔道と七手柔の歴史をね連載という形で少しずつご紹介していきます戦前のねうん最初に始まったのは明治ですね、えー、明治時代に始まって、えー、その後まあ大会が統合されて大きくなって 様々なは技の技術がそこから生ままれていきます技術的な考察っていうのは専門家の方が行っていますし柔道の歴史における古度感との比較とかそういうものはまた学者の先生方がされておりますけれども僕はまあ現場を経験した人間として両方の情報を入れながらもう少し分かりやすく、えー、具体的なね 試合であるとか現場でのスカウト合戦であるとかそういうものを入れながらご紹介していきたいと思います高線柔道が有名になってきたのは1993年にホイス・グレイシーがグレイシー一族の代表として出てきた第1回 UFC ですね当時アルティメット大会と呼ばれてましたけれども非常に寝技の技術に長けたグレイシー一族というものがいてバリトゥー 今の総合格闘技の母体になります母体というかまあ柔道の技術でも空手の技術でもボクシングの技術でも使っていいという総合のバーリトゥードとポルトガル語で言うんですけどもブラジルではその技術が非常に注目されて寝技ができるとそういうものに有利だっていうことになっていろんなまあ歴史の掘り起こしであるとかいろんなことが徐々にされるようになりましたそれ1993年ですからもう30年近く前ですね えー、その時に木村雅彦という日本の柔道家が、えー、昭和20年代ですねブラジルにプロ柔道の一行として遠征してホイスの父のエリオ・グレイシーをことが知られますこれポルトガルの新聞ですけども木村雅彦とやる前に左側がこれエリオ・グレイシーですね右側が加藤幸雄選手です。 木村正彦山口俊夫、加藤幸雄の3人でブラジルへ遠征しておりましたけれどもその、まあ、一番若手でしたねまだ20代のその若手の加藤幸雄が最初挑戦を受けます1試合目で試合してますけどもエリオが寝技に引きずり込むから加藤選手が投げることができずに何度もこうやって場外へ運ぶんですね今の七定戦でも時々こ,これに近いような空気になることは以前からありましたけれども 寝技技のの強強いいい人人ととと立ち技の強い人が試合するここういうことになります加藤さんはい,いくら投げてもね一本にならないルールでギブアップを取るか締め落とすしかないルールですからこうやって、えー、イライラして寝技へ、えー、来いっていうエリオの誘いに応じずに外へ運んでは出してもう一回開始戦に戻ることを繰り返しました。これをブラジルの新聞はあのー、否定的に 書きましたした日本の当時の法事誌ですね日本語新聞も同じように書いてましたもっと正々堂々とやれとそれで2試合目今度はリングで行われましたリングなのでは場外ないですねロープがありますんでそこで行われた試合で加藤さんが下からの十字締めで締め落とされてしまいますこれがその時の映像ですね、えー、下から十字締めでエリオに締め落とされて えー、まあレフェリーもそうだし周りの者のが全く気づかないで気づいたのが木村、ま、あのセコンドについてた木村昌彦先生だけだったんで、えー、レフェリーに行って止めてその後木村先生が自分で、えー、カップを施しますカツを入れますけどなかなかこの時に息を吹き返さなかったっていう記述を自伝でされていますけれどもそれぐらい深落ちしちゃってたんですね周りが気づかないんで。で次の日の日 えー、ブラジルの新聞が締め落とされた「王色人種」という屈辱的な、まあ、日系人にとって屈辱的な見出しでそれを報じて写真をでかく、えー、掲載しましたそれで、えー、いよいよ木村雅彦先生がねじゃあ俺が応じるということで、えー、マラカナンスタジアム世界最大のサッカースタジアムですねそこで試合を受けることになりますでこれが有名な写真ですね木村先生がまあ えー、攻めめに攻め攻撃に続く攻撃で最後はこうやって腕絡みでエリオの腕を破壊するんですけれどもこれで今でも MMA 総合格闘技では腕絡みのことを木村という名前で、えー、敬意を込めて呼んでますけれどもそれがこの試合です。で木村和彦先生がね実際にに戦前に 光線柔道を経験してててたってことはあんまり知られてなかったんですけどもそれを徐々にまた、えー、掘り起こしていきましたで僕はそれをあの木村正彦先生の伝記に書きましたけれども詳しく書きましたその時にまだ当時あまり光線柔道っていうものは知られていなかったんで光線柔道全体の概略のようなものも、えー、書きましたうんまあ あの木村先生の目線で書いてるので「拓大柔道部」「余か」「拓大余か」が中心の視点ですけれども当時高専柔道のことを書いた小説としては作家の井上靖さんが旧正志向今の金沢大学ですねにいる時の柔道部の、えー、いる時じゃないですね入る前に浪人時代に金沢大学に誘われて思考,思考柔道部に誘われて六甲を倒したい。 ぜひ入ってくれって書きくどかれるシーンが描かれた「北の海」という自伝小説がありますけれどもそれに登場する六甲第六高等学校がもう連覇を重ねていた黄金時代でしてねこれが高専大会が開かれていた京都武徳殿に乗り込む六甲柔道部員の大行列を写した写真ですね。こういうふういふに全国のの校北、えー、北大与下北は南は南、えー、鹿児島の 第七高等学校第七高等学校増司館という別名がありますけれども、まあ、第7ですね7番目のナンバースクールでしたけれども第七高等学校まで、えー、ものすごい数のほぼ全ての管理学校それから私立学校、えー、高専といいますから高等学校と旧制専門学校両方出ましたけれども旧制、えー、る 寝技,の寝技のというよりも寝技に行ってルールのいいルールの大会でした旧制高校の柔道部員の OB たちが作る旧制帝国大学の集まりでしたので、えー、帝大柔道会というのがありましてそこが主催しておりましたこの柔道の大会はで戦後はねその旧制高校なくなったんで、えー、旧帝国大学の柔道部が七帝柔道とか七大柔道とか七定柔道とか呼ばれますけども 同じルールで15対15場外なし抜き勝負まあ寝技に特化したというよりも、えー、今のね国際ルールが寝技をずっと24時間やらせてくれない例えば5分の試合時間があったら立ち技っていうのはあの5分間ずっと立ち技やっててもそれは止められないんですねでも寝技っていうのはある時間を過ぎると止めなきゃいけない。で戦後ね えー、それが長くなったり短くなったりしましたがずっと寝技というのは制限されてきた時間的にある時間膠着状態が続くと「待て」がかけられ「待て」と主審に言われて立ち技からリスタートしなきゃいけないそのルールができたのがこの高専柔道の存在があったんですね戦前寝技ばっかりやって寝技の技術が異常に上がってしまったでこの当時の覇者であった第六高等学校六甲です えー、現在の岡山大学ですけどもそこが、あのー、非常に強くてですね警視庁と団体戦やって勝ってしまったりとか、あのー、プロよりも寝技が強くなってしまったんですね。で寝技っていうのは何、あのーまあ、で特化したかっていうと3年間でね白帯の選手を、えー、試合で引き分けたり勝ったりできるようにするために。 えー、非常にこの研究というものが進みまして投げ技というのはやっぱりバネであるとかスピードであるとかそういうものがどうしても必要ですから、えー、才能ののああるものには追いいいつけないという、えー、とうころがありますしかし寝技というのは最初に寝ますのでね、えー、そういうものよりもさまざまな工夫によって強くなることができるフィジカルの差を埋めることができる特に指名技関節技というのもありますし相手の背中側につけば。 首ををめることができるる、えー、るここととががでできき関節取だから、えー、寝技に傾いていったでその五十、ね、数校でしたか七十数校でしたかちょっと今手元に資料がないのでまた今度お話ししますけれども、えー、高専大会に出場していた旧制高校旧制専門学校当時は旧制の中学が小学校6年の後に5年間ありましたから、えー、その後ですから 今でいう高校三年生からの三年間ですね。だから、高校三年生、十八歳、十九歳、二十歳。えーまあ、現在でいうまあ教養部みたいなもんです。東京大学の理科一類とか理科二類とかありますけども、二年間教養部で過ごしますけども、その教養部と高校三年生を合わせた。だいたいそれぐらいの年齢幅ですね。旧正高校の先生は教授、助教授と呼ばれてましたから、まあ、今でいう、やっぱり。 大学だったんですけれども帝国大学というのはさらにその上ですからあの年齢的に今でいう大学院に近いものがありました、えー、その旧正高校生たちはまあ大体たい旧正高校の卒業の人数と旧正の帝国大学の入学定員が同じぐらいだったのでより好みしなければどこかの大学に入れたんですねだからあまりあの 中高校の入学試験というのは非常に厳しい選抜でしたけども帝国大学に進むのにそこまでの,あの学問の準備をする必要がなかったのでモラトリアムとして、えー、あった場所ですねだからさまざまな文化が花開いたんですけどもその中の一つがこの光線柔道というものでした、えー。学生たちはもう勉強を投げ捨てでですね、えー、この柔道の研究にばかり練習ばかり えー、勤しむことになりますそこで異常な技術が発達したのが光線柔道でしたこれ旧正帝国大学戦前の旧正帝国大学と新生の大学のこの比較表を作りましたけれども内地と外地外地っていうのは当時の大陸ですね現在のソウル大学の建物になってるのが慶城帝国大学ですねで台湾大学の母体になっている 台北帝国大学というのも外地の旧正帝国大学でした九つありましたけども当然のことながら戦争終わった後は内地だけになるんでこの七七つの旧旧帝国大学が、えー、現在もその柔道を受け継いでやってるということになりますこちらはこれ旧正高校の一部を紹介しますね一度に紹介するとちょっとお腹いっぱいになってしまうと思うんでここにちょっと紹介できるだけの数を紹介しました えー、ナンバースクールと呼ばれる第一高等学校から第八高等学校第一はき、えー、現在の東大の教養学部になっています第八高等学校は名古屋帝国大学に吸収されてやっぱり名古屋大学の教養部になっておりますで浦和高校旧正浦和高校は埼玉大学旧正静岡大学高校は静岡大学になってますこういうふうにまあ昇格してるんですけども昇格したりまあいや帝国大学に吸収されたりいろんな形で これが年表になりますね光線柔道の講師初めては始まりは明治31年1898年の一交対二校の定期戦ですこれは一校が二校に挑戦状を送って始まりました同じルールです同じルールというかルールなしですよね、えー、殴ったり蹴ったり以外以外は全て許されるグラップリングルールでこれ行われて立ち上がさはま,まあ自由な攻防でね 根技がやっぱり最終的に何年かやるうちにやっぱり寝技の方が効力が強いということで寝技に移っていきますでここで発達していきます。でそういういろんな、あのー、対抗戦が各国の対抗戦がね、あのー、内地でも内地その他いろいろ行われるようになりましてそれが統合された形で1914年大正3年に 京都帝国大大学主催でで第一回大会が武徳殿開かれますこれは武徳殿というものが京都にあったっていうことがありますし京都という地の地位の高さが当時は非常に今以上にありましたので、えー、こういうい今でも7、えー、大学では京都大学っていうのの存在は別格としてあります。で1920年ここに出てきますけど志功がね旧正志功金沢大学が七連覇をします。 でその後と、えー、六校がね、えー、連覇を今度逆に続けていくんですね8連覇が続いていくんですけれどもでその8連覇してる時に旧正思考、ね、の、えー、学生が、えー、当時静岡の沼津中学ですね今の沼津東高校ですけどもの柔道部の、えー、OP、えー、浪人してました井上靖のところへ。 スカウトに来るんです。それが井上康の北の海という自伝小説の中心になったお話です。で、あの金沢まで練習に行くんですよね。その描写が非常に素晴らしいです。ぜひ読んでください。ここにも井上康の話も、えー、出てきますが、木村正彦先生はこれ昭和10年に拓大余科に入学します。で、牛島達久先生もね、光線柔道に触れていましたので、 えー、高専大会を制覇しようと練習を拓大ヨカで重ねさせますで翌昭和11年木村正彦が拓大ヨカ2年生の時に拓大ヨカ発出場で初優勝大賞は木村正彦ですもちろん、えー、しましたで昭和12年にねもう木村先生は全日本選手権で優勝してしまうぐらいだから 当然のように、まあ、高専大会のスケールから飛び出した非常に強い選手だったんでね、それはもう仕方がなかったんですが、この写真は、これは、えー、井上康さん、えー、後列の左から4人目、胸にマークが入っております。その人が井上康さんです。これは旧制志向時代に、まあ自分も誘われたようにね、いろんな旧制中学に、えー、の柔道部に、 スカウトに出かけた時のこれは一枚ですね写真一人だけ胸に、えー、金の星が入ってますまあ実際には金の糸でこれ縫われたわけじゃなくて黒い糸でおそらく刺繍されたものでしょうけども帽子なんかとか帽子とかそれから学生服なんかの交渉は金の星でしたから北の海の中にも金の星という章があります一つの章がありますけども非常に印象的に書かれているものですね そういういものがありますあの是非そういうところもあの留意しながら読んでみてください非常に面白いですのでこういうふうにだからこそこの六甲のね大行列とかこれ六甲だけじゃないですべての全国の旧制高校が当時ね蒸気機関車に揺られてこうやって来るわけですよ。でここで数日間にわたって試合があってこれは優勝旗を持って六甲が えー、武徳伝を出てきたところですこの下ね下履き柔道着の下ズボンですね非常に、あのー、印象的なものですよね今のようにダブついてなくて太ももにぴっちりしてそれで膝の下で紐でで紐結ぶようになってるんですこれは何かというとタックルをですね相手このタックルを切るためにつ、えー、まれないようにこういう道着が あの光線大会では発達しました。どんな15人の抜き勝負だったかというと、ここにあの当時の星取表を写真に撮ったものですね。実物です。これ、旧制松山高校、今の愛媛,愛媛大学。ここも非常に強かったところです。けども北大余科ですね。これ、北大余科まあ、僕の母校ですけども。北海道大学北大余科がえー、余科暇っていうのは付属高校ですね。今でいう。 北大余暇が全国初優勝を遂げた時の決勝戦の記録です大将決戦途中でこれ、えー、12345人目で庄司先輩が一人抜きましたね、えー、でそれを、ね、向こうの田中選手が抜き返してますはざ庄司さんを抜き返してで狭間さんと引き分けてこのままずっとタイでいきますねいろんな有名選手がたくさん並んでおりますけれども えー、大勝決戦で、えー、当時松山にこの人ありと言われた佐久間選手を北大予訓の高橋照信先輩が崩れ上昇固めで抑えて優勝します大勝決戦までもつ,もつれ込みましたまあ当時ね、えー、大勝戦は1時間副将戦は30分、えー、三勝戦が20分だったかなであとは10分 っていうのは確か一番長い時の記録としての,あの記録というかまあルールとして残っております非常にねだから長い試合でした今の7点戦も3勝つまり13番目までは試合時間が6分14番15番副賞と大将が絡むと副勝や大将が絡んだ試合は8分になりますそれで決勝戦においてはどちらかが一 あの勝つまで代表を8分の代表表戦戦をを分の延々と繰り返しますそれは僕が現役時代昭和の終わりですねその頃には東北大学と京都大学が強くてですね2年連続でこの代表戦を延々夜まで繰り返して勝負がつかずにあの会場が使えなくなって両校優勝ってことは2年連続であったのを覚えてますが決着をつけるまでやるという非常にすごいルールです。 今でもそれはあの七瀬戦で踏襲されておりますこれがですね、あのー、当時当時というかまあ江戸時代戦国時代からのね日本の武道が、えー、だんだんね、えー、明治で、えー、発達してですねあ江戸明治で明治でも明治で発達したわけじゃないですね。 江戸時代に発達して統合されながらだんだんいろんな流派ができまして、えー、まあ対日本党ってことも当時は考えてたでしょうけどもそれがだんだんまた明治になって叶次、えーえー、五郎先生がね行動館設立して武徳会というところには古流呪術が行動館と対抗する勢力として結束しましたそれとはまた逆にねかあのあの金光先生という 紀藤、えー、流の寝技の名手が六甲の師範になったりしてですね高専柔道というべ全く別のものが、あのー、大きな勢力を持って、まあ、学生柔道界を当時牛耳っておりましたこれ高専柔道ですね。で行動感という、まあ、立ち技の非常に切れる、えー、行動感の足という言葉が残ってますけど特に足技が非常に切れる、えー、流派。 が巨大化していきますそれに対して武徳会やっぱり武徳会は交流柔術ですからいろんな寝技が好きなところもあるし打撃が得意の、えー、交流もありましたしいろんなところがありましたが戦争が終わった時に自衛中級が来て、まあえー、柔道というのは、ね、剣道もそうですけれどもあの軍国主義の恩賞だということで武徳会が解散させられてしまったので、ね、あともう一つは、えー、旧制高校っていうのが学生改革でなくなってしまいました。 だから高戦柔道もなくなってしまいましたんで戦後はあの行動館というものに統一されていきますそれが現在の柔道の、えー、柔道界の流れですねでその行動館を中心とした、えー、日本がありましてそのルールが世界に広がって、えー、国際柔道連盟というものができてオリンピックになってというそういう流れがありますところがあの 最初に話しましたグレーシー呪術という、まあ、南米のねブラジルに残っていた、えー、これは、まあ、また今度はい,いずれお話ししますけども光線柔道の寝技が伝わったんですけどもエリオたちはその寝技というものに特化した、えー、柔道グレーシー呪術を名乗りましたし今はねまとめてブラジリアン柔術と区別されて、えー、柔道とは区別されて呼ばれますけども。 地球の裏側で光線柔道が異常に発達していた40年50年発達していたそれが現れたのが第1回 UFC 第2回 UFC というものでした、えー、今今もねこれ7手戦どんなどんな試合なのかちょっと見てもらいましょうこれ7手30年前1991年の試合映像ですこれは北大と京都大都京学の えー、試合なんですけれども、あのー、当時の首相の遠藤首相という京都大学の首相が、この間、あの阿部詩選手が使いました腹包みというものの母体になった、えー、スーパーローリングサンダーという新技を使ってです、ね、奥大の森村選手を僕の一期下の後輩になりますけれども、えー、中学部の5年生ですね、当時。 これをダイジェスト版でこう切ってちょっとここでご紹介してますけどもこれ見ると分かりますがいきなり森村寝てますよね普通今の行動間ルールあるいは国際ルールでは相手を投げなければ寝技に移れないんですでも森村いきなりこれ寝てますこれが許されたのが高線柔道であり今も許されているのが七定線ですはいで待てが寝技硬着による待てがないのでこれ遠藤選手 SRT、えー、スーパーローリングサンダーを狙っていきますけども、ずっとこの体勢で、待てなく、8分間、えー、腹包みですね、今でいう、名前、腹包みになってますけども、遠藤返しとも言います。この遠藤返しで、えー、8分間攻め続けます。待てかかりませんで。場外もないので、これ場外に出かかった時に、えー、い,いわゆるプライドでやったドントムーブですね、そのままと言われて、 中央に引き戻されて、また試合そのままの体制で始まりますんで、守,守る側にとっては非常に長い八の火になります。こういうふうに、あのー、現在もね、えー、小さい舞台でですが、えー、高専柔道は残ってますけども、戦前の華々しいその、高専柔道のね、歴史、特に全国大会が始まってから27回しか、 えー、なかったんですけどもその間に異常なままでにが発達しました今のようにね動画も簡単に撮影できないし当然インターネットもない時代になんでそこまで発達したのかというとそれはやっぱり勝利へのの、えー、執念っていうものが当時はすすごかったんですね、えー、そういうものもにも、えー、そういうものがあったからこそそれだけスカウト合戦がね井上康先生が書かれてるようなスカウト合戦も行われました。 えー、そういうものを、あのー、ぜひ見ていただければと、まあえー、そういうものも含めて次回からもっと、えー、詳しくお話しさせていただきます黒泉柔道だけではなく当時のですね旧正高校それから旧正専門学校から旧正の帝国大学そういったところの学生たちのね気質のようなものが 見えてくると、えー、当時の大会のね空気感というのが見えてくるんじゃないかなと思います。それからやっぱり時代ですよね時勢と言いますか戦争というものが断続的にありましたんでそれで最終的にね太平洋戦争へ突入するわけですけどもそういう中で生まれたのが横、えー、からしかれねああいうものだったし。 また一方で講道館柔道の合同、えー、館が主催する全日本選手権ですね選手権じゃなくて選手権とかきますけども木村正彦先生とか牛島辰隈先生が優勝しました全日本選手権ですけども、えー、今の全日本選手権ですね全日本柔道選手権の前身ですが、えー、それもまあ、時を同じくして高専柔道と同じくしてこう、えー 並行しててだだんんんこう育ってくるんですねでそれが、えー、どんな感じにねあのー、工作していたかというようなことも一度にね活字だとあまあ僕は本で本とか雑誌でね何度か紹介はしましたけども当時まだあんまり高線柔道とか寝技っていうものが知られてなかったこともあって十何年前20年前ってことだったんで。 あまり喋れるマニアックなことも喋れなかったんですけども書けなかったんですけども YouTube っていうのは尺というものがある程度自由に取れますんで、えー、何回かに分けて分かりやすく、えー、説明できればなと思ってます、えー、今回の説明はまだちょっとプロローグ的なものなんですけれども少しは 空気感ののようなももは分かってもらえたと思います次回からまた、えー、右へ行ったり左へ行ったりあるいは上へ行ったり下へ行ったり地下へ潜ったりしながら、えー、歴史のね大きな川に流されるような気分で話を続けていければと思います。